飯田玲は、日本の女子陸上競技選手。熊本県上増汽郡高砂町出身。小さい頃から走ることが得意で、小学校ではバスケットボールをしていたが6年生で、高砂町ロードレース大会で優勝したことで、高砂町立高砂中学校では、陸上部に、所属、3年生で、熊本県中学校体育連盟陸上競技、大会800メートル走で3位入賞。 ルーテル学院高等学校では、寮生活を送り、首相として3年生の時に、学校初の全国高等学校駅伝競争大会出場を果たす。熊本県高校総体陸上1500メートル競争で4位入賞、南九州大会で決勝進出。2018年に岩谷産業入社、陸上競技部に所属。 2018年10月21日開催の第4回プリンセス駅伝委員胸方福津で肉にエントリーしたが、第2中継所まで約250メートルの地点で出転倒それでも審判員に残りの距離を聞き、白線上を進む冷静さを見せ、倒れたり立ったり這いつくばったり流血しながらも、助けキ入れを行ったことで物議を醸した。レース後に、 右肩骨骨折で全治3から4ヶ月と診断され、で、福岡県内の病院に入院した。この時点でチームは再開になったが、後続者が何人か抜いたため、最終結果としてチームは再開を免れている。なお、この時タスキを引き継いだ、第1中継所で1区の走者がすでに走り終えていたにもかかわらず、飯田はリレーゾーンに出ていなかった。第1中継所。 岩谷産業は3番手で入選したが、混戦であったため、何人かに抜かれた後に慌ててスタートした。岩谷産業陸上競技部監督の広瀬英和は、監督室でライブ映像を見て、大会運営側に危険を申し出るも連絡がうまく、行かず一旦差し戻され、伝わったのは中継所まで15メートルの場所だったため、運営側も見守ってしまったと聞かされ、広瀬は、あの状況を見たら、 どの指導者でも止めるとした。審判員の一人は声をかけたが、本人の続ける意志が強くためらったと話した。飯田のそばにいた審判と見られる男性の、あと70メートル。俺は行かせてやりたい。気持ちは、との声もテレビ中継で流れている。日本陸上競技連盟の駅伝競争基準では、競技者が続行不能となった場合は審判長や、 医師の判断で危険させられることが明記されているが、必ず従う必要はなく目安であり、現場の判断によっている。この大会では3区を走った岡本晴美が脱水症状で危険しているがこの時は、彼女の後ろに審判長の車がついていたことで判断ができたが、飯田の場合は車が先行して即断できなかった。この助けキリレーに感動した、止めるべきなど、 賛否両論があった。日本実業団陸上競技連合会長の西川、光一郎はこれを受けて、今まで以上に選手の安全を第一に考えた大会運営を実施する。レース中の連絡方法などを検証し、改善策を講じるとコメントを発表した。同戦無理児の友永義春はレース中の早急な監督との連絡体制の構築の必要性の課題を挙げ、 広瀬の危険の申し出が一旦差し戻されたことを含めて検討するべきと思うとした。飯田は10月末に京都府内で手術を受けて1ヶ月ほど入院後、リハビリを開始した。11月24日に仙台市で行われた全日本実業団対抗女子、駅伝競争大会監督会議で選手が続行の意思を示していても、審判の判断で危険させられることが明文化され、 確認が行われた。そうしたことがあった中、11月25日に行われた大会で、くしくも競技中の選手の負傷が発生。この時は、現場の審判員の報告とチーム監督との連絡が適切に取られ、足を引きずる選手の走行を審判員が中止させた。ありがとうございます。